クロズルとは、西木騎クロズル族の落葉ツル性木本。私有同種。別名、ベニズル、西国クロズル。幹の直径は15ミリメートルになり、地表の他の植物を生い、時に高木に巻きつき、生い上がることもある。若い今年枝は、高褐色、または、赤褐色。前年枝は、小紫褐色で、より古い枝は、次第に灰色になる。 葉は傭兵を持って、茎に誤生し、年絵ごとに4から10枚は得る。葉の形は、卵形から楕円型で、葉先は9絵かしら、基部は、アサシン型から、くさび型、円はドンキョシになる。葉芯は、長さ5から15センチメートル、幅4から10センチメートルで、両面ともむ毛。花期は7から8月。枝先に、円水果汁をつける。花は、ミリメートルで、 緑白色。果実は、幅、長さとも12から18ミリメートルの翼下で、単緑色単緑黄色を帯びる。日本では、本州の東北地方から、兵庫県の日本海側及び、奈良県、四国並びに、九州に、東アジアでは、朝鮮及び中国東北部に分布する。温帯の産地稜線、林園、林内に自生する。 中国などには禁煙種台湾クローズルトリプタージアム、ウィリフォーディが分布する。台湾クローズルの根を加工した木薬は、雷光富士の名で知られ、関節リウマチなど炎症性疾患の妙薬とされる、また英語版によれば否認薬として使える、可能性があるとも。クローズルにも薬効があり、ヤツ鶴を乾燥して生薬に用いるとも言う。ありがとうございます。